Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。今日は、ザ・ドラゴン、高木慎吾。はい、ということで、今日はですね、ロスイングベルナブレスでハポンに新加入しました高木慎吾選手のお話をしていきたいと思います。はい。まあ、高木慎吾選手はですね、もともとドラゴンゲートにいらっしゃったですね、もうドラゴンゲートでもほぼあのヒールのエース級だったわけなんですけれども、まあ、プレイ自体はね、あの、まあ、大丈夫でしょうという話は、してたんですけれども、そのね、あとはそのコメント力とかでロスイングにフィットするかどうかが心配だなっていうのを僕はずっと思ってたんですね。しかしですね、その心配も、すべて吹っ飛びました。はい。まあ、まだリーグ戦、ジュニアタッグリーグ始まって2試合、まあ、その前の、お披露目戦を考えるとね、3試合しかまだ見てないわけなんですけれども、いやー、高木選手はね、すごいっすね。まあ、まず言っちゃえばね、身長体重は言ってしまえばどちらかというともうほぼヘビー級に近いので、まあパワーがあるということはね、もう全然予想通りなんで、これはすごいなと。このパワーはやっぱジュニアで全然通用するなっていうのは、見ててわかる感じなんですけれども、まあ一番というかね、そこをさらにね、驚かされたのは、そのスピードなんですよね。やっぱりそのドラゴンゲートはルチャリブレの要素が非常に強いプロレスを繰り広げている団体ですし、まあ、その新日の、ねクラスでいうとジュニア戦士と同じような身長体重の選手が多いので、まあ、やっぱりドラゴンゲート自体スピーディーな展開がですね繰り広げられる団体にいらっしゃったので、多分そこに合わせるのはもう何の苦もないというか、まあいつもの通りやってたことをやっているっていうことなのかなというふうに思いますが、もう予想以上にそのパワフルさと、そのパワフルさ以上に驚かされたのはスピードですよね。いや、速い。高木慎吾選手のスピードの速さはすごいなと思いましたね。特にあのロープワークのダッシュのスピードっていうんですかね、このスピードはすごいなと、まあ、特に倒れ込みながらやるラリアットですね、パンピングボンバーっていうんですか、パンピングボムっていうんですかね、うわーっていく時のその前段階のロープワーク、ここがめちゃくちゃ速い。だからここがめちゃくちゃ速いので、うわーっていうね、あの技来るぞっていう感じ。そしてそのスピーディーさから放たれるパワーっていうのをですね、想像するだけでもあれは痛いだろうっていう、あの技やばいでしょうっていう感じがすごく伝わってくるというのでですね、まあ、本当にですね、これはすごいんじゃないかな、このスピードはすごいなというふうに思いました。はい。で、さらにもうさらにね、もう一番魅力っていうか、一番すごいなって思ったのは、高木慎吾選手の声ですね。声がめちゃめちゃ通るんですね、高木選手。そのリングで発する声が、まあもちろん放送で見てるだけなんで、まあ周囲のマイクを伝わって入ってくるわけなんですけども、まあそれでもですね、他の選手よりか断然通るんですよ。なのでおそらくその会場で見てらっしゃった方はもう当然感じてらっしゃるのかなとは思うんですが、声が通る分ですね、要は今から俺は何をするみたいな、今こんなことを、こんな行動を次にしようと思ってるとか、その気持ちを伝えるとか、そういったことが声があんだけ通ると容易にできちゃうんですよね。なのであの声が通るっていうのは本当にすごいなぁというふうに思いました。で、フィニッシュ前とかね、たまに終わりとかって言ってフィニッシュ前に入っていったりとかするし、ね、もう特にね、その会場の雰囲気をつかめるんですよね、声がでかいから。で、
まあ、ちょっと櫛田整備戦では多分非常に非常にあのダメージが大きくてできなかったんでしょうけど、まあ、その前とその前の試合ではやってましたけど、最後のラストオブザドラゴンという必殺技に入る前にこう必ずリングの四方をですね、おい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 みたいな感じで、おい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 ってやって、会場もそれにこうするんですよね、おい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 みたいな感じで。なので必殺技の前にですね、一盛り上がり来るので、うわーこれで必殺技に行くんだっていう雰囲気を高めることができるっていうのはですね、これはすごいことだなっていうふうに思いました。特にそのおい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 ってやってたのは、あのお披露目の試合でもやってて、そのお披露目の試合でも会場がそれに反応してたっていう分かりやすさ、まあ、これはですね、これはもう非常に武器になると、あの試合をね作っていく段階とか試合を盛り上げる段階では非常に武器になる。なので、まあ、本当に高木選手そのパワーもあるしスピードもあるしで声が通る、これはすごいなというふうに思いました。はい、なので本当に今後心配、いろいろ心配してた部分はそれで全部吹っ飛んでいったかなというふうには思います。まあ難点というかですね、まあ一応そのもうちょっとだねって思うことを言うと、多分まだその他のレスラーの特性をちょっとまだ掴みきれてない部分が多分あると思うので、まあ、試合を見てるとね、若干その攻撃を受けに行くっていうか、攻撃を待、相手の攻撃を待ってしまう部分が、まあ、ちょっと分かっちゃうんですよね。見えちゃうんですよね、試合見てると。なので、まあ、ここに関してはもし、いろんなレスラーとどんどん絡んでいけば、まあ、そこは全然解消されると思いますんで、まあ、高木選手面白い選手になるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとはその、以前の動画とかでもコメントいただいた方とかもねいらっしゃったんですが、まあ、そのあとはそのヘビー級の選手とどう対峙した時にどういう風にあとは試合をやれるのかと、今のように簡単にねあのジュニア選手を投げるような感じにはならないと思うんで、どうなるのかっていうのがまた一つ面白みかなと。でコメントいただいたコメントとかではその全日本プロレスでヘビー級の選手もきっちりその今のラストオブザドラゴンとかですね、また別の技とかでもうきっちりこう投げてたということみたいなので、まあ、そこも心配ないのかなというふうに思いましたね。でもうやっぱりベテランですから、もう型が出来上がってるので、まあ本当にフィニッシュ前とか楽しいというか分かりやすくていいかなというふうに思ってますね。あの抱え上げてバーンと後ろに投げるのし紙、からの、ラストオブザドラゴン、もしくはのし紙からのパンピングボンバーからのラストオブザドラゴンみたいな感じのね流れできてますから、まあ非常に高木選手楽しみかなというところですね。まあこのジュニアのタッグリーグが終わった後どうなるか分かりませんが、まあ今のところ僕の予想ではですね、そのままもう今度は内藤選手と組んでワールドタッグリーグ、要するにヘビー級のタッグリーグですねにそのまま出るのではないかなというふうには思ってますので、まあ非常にロスインゴもね、イービル真田のイビサナと内藤高木の内高鉄心、うん、あのそんな感じで なんて呼ばれるかは知らないですけど、まあそういうタッグチームが2つロスインゴもこれでできて、あのワールドタッグリーグに出れるようになると、まあ、非常に面白いなというふうには思ってますので、今後の高木選手、いやー期待していきたいですね。まあ、本当ね、この1試合目でもなかなかやるなとは思ってますけど、この2試合見てもかなり、まあ、の形というか速度でもう新日本にフィットしてきてるんだなというふうに思ってますんで、まあ、本当今後が楽しみな高木選手でございます。はい、なのでね、まあ、高木選手に非常に期待しているということはぜひ高評価を、はい、していただければなというふうに思います。いや本当にロスインゴ来年来ちゃうんじゃないかな。まああとはね、高木慎吾選手が、慣れてきた時に懸念されるのはその裏切りの要素ってやつですか
そこだけはちょっと気になりますが、まあ、ぜひ今後の高木選手の活躍期待しておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ということで皆さん、また次の動画でお会いしたいと思いますが、ぜひその前にチャンネル登録よろしくお願いします。もう地味にね、チャンネル登録本当増えてきてて非常にありがたい形だと思いますので、ぜひ皆さんね、 YouTube にずっとプロレスのこと語ってるチャンネルはありますよということで、いろいろ SNS 上でも拡散していただければなというふうに思います。はい、ね、大食いしたりとかそういうことしないですから、僕は多分まあその方がチャンネル伸びるんだったらね、考えたりはするんですけど、でもそういうのやっちゃうとプロレスの話がね、こう薄まってしまうのはちょっと危惧してしまいますし、まあ今のところね、めちゃめちゃこういう風にプロレスの話したいことがね、いっぱい出てきているので、まあそうなっちゃうとずっとやっぱプロレスの話でいける方が望ましいのかなというふうには思いますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録のね、増やすのにご協力していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ、アディオス。